皆さんこんにちは、古田愛理です。今日は春のメイクを紹介したいと思います。日焼け止めはもう塗った状態で、エレガンスのコントロールカラーをちょっと赤みがねある部分に塗ります。緑です。大事そう、ちょっとね赤みがあるんだね。あ、でクッションファンデを塗ります。クッションファンデになんか戻りました、久しぶりに。でもこのクッションファンデすごいいいの、あのカバー力すごいあるのに、なんかちゃんとなんか重たくない感じ、肌につけてても。ほらすごいでしょこれ、こっちがつけててこっちがつけてないみたいな。でもなんかナチュラルな肌にしてくれる、なんかそのままなんか肌のアラとかを消すみたいな、もうそういうファンデーション大好きで、これをになりました。どう？で眉毛をします。眉マスカラ、とにかく春メイク、ちょっとね髪の毛を、まあ、明るくしたので、それに合わせてかなり明るく染めます。でシェーディングはウェイクメイク、もうゴリゴリ削っていくよ。で、ノーズシャドウ。ノーズシャドウは、鼻の真ん中まで一旦ね、ちょっと引いてから、ここの鼻の頭を塗っていきます。なんか全部つなげちゃうと、おもながに見えちゃうらしい。ちょっと口の影も描きます。でチーク、この VDL のチーク本当に可愛くて、これ01番なんだけど、めっちゃ春少女みたいなチークで本当に可愛いです。これこの今の時期にすごいぴったりなの。まあ、塗る時のポイントは、まあ、なるべくこの、そうそうそう、これ目の上の方、まあ、目につなげる感じで、広範囲に気持ち濃く塗ります。チークは本当に大事で、お鼻と顎とちょっとつなげる。で次ハイライター、ディオールので、このピンクの部分をチークにちょっと重ねます。最近これしてる、かわいい。でこう2色混ぜて、鼻のとこ、あのチークにこのピンクの部分重ねるのめっちゃかわいくて、最近これハマってます。動いた時にさ、すごいチラチラしてかわいいんだよね。で、ピアのやつ悩んでてこれにしました、結局ベースのくすみベージュを囲みます。無言になっちゃったでこのちょっと赤っぽいちょっと濃い色を大幅に塗ります。これはまあなんとなく気持ち塗れればいいかな、まあ、なるべくまぶたのアイシャドウは基本ちょっと薄め、塗ってんのか塗ってないのかっていう感じで
でこの2つの色を混ぜて涙袋の影を描くんですけど、こっちの目はねうまくできたんだけど、こっちの目がちょっとだいぶ濃くね描きすぎちゃったの。失敗してるし、ちょっとでもいいの。こうやって次塗る涙袋で隠せばなんとかなる。涙袋描いてます。で、トゥークールフォースクールのペンシルを上にスッて重ねてぷっくりさせます。これちょっとつけすぎると涙袋が白くなっちゃうので、まあ、ほんと気持ちぐらいで、でまつげの工程に入ります。まつげは束を作っていきます。この2つのアイテムを使って、こっちがしてる方、してない方、ピンセットでツンツン。このセザンヌのクリアマスカラ本当に大好き。もう3代目くらいなんじゃないかな。マジで重宝してます。ポイントとしては全体に濃く塗らずに、もうほんと毛先だけ、マスカラ、黒いマスカラはつけてます。まあ、なるべく濃くしないようにと、まつげに、目に光が入るように、なるべく目、毛先の方っていうのしか塗らないようにしてます。で、エテュセのマスカラ下地を下まつげのみに塗っていきます。ほんでホットビューラーを温めてる間に下まつげも描きます。あ、塗ります。ほんでホットビューラーをビョーンって当てて、とにかく下げまくる。はい、でミルクタッチのグリッター、最近ねグリッターねハマってて、シュッシュッって線を描くみたいにつけます。つけすぎないように、小粒、小粒っていうの、小さいラメだけをつけるようにしてます。大きいラメは振りほどいてで次にライン、今日のラインね一発でうまくいったんだよね。なんでだろう、意外とこういうさ、なんかちっちゃいさ鏡で見た方が、ほら感動してる、ちっちゃい鏡で見た方がなんかうまく弾けるのかな。本当にアイライン苦手なんだよね。で、あ、終わったね。エクマルの118番のリップを塗ります。このリップも本当に可愛くて、9点の目代わりで買ったんだけど、もうこれぞめっちゃ春リップって感じ。めっちゃ可愛いの、プルプルするし、エクマルのリップ好きなんだよね。チュルルーン。で次にペリペラの08番をちょっと上から重ねます。これも2日前ぐらいに届いたばっかりなんだけど、めっちゃ可愛いし、めっちゃアポロチョコの甘い匂いがする、食べられるそうん、終わった、こんな感じ、こんな感じです。
で、ヘアセットもやっちゃいます。前髪に癖がすぐつくので癖取りから始めます。最近ちょっと髪の毛をね、明るくしたんですよ。で、ちょっと大きいブラシで、これね、ちょっと挑戦しようとしたけどうまくできなかった美容師さんがやっててこうやってヘアセットできるかなと思ったらできませんでした。で、最近ちょっと髪型を変えたんですけど、レイヤー入れたんだけど、なんかほぼセットがね、1分、マジ盛りなしで1分ぐらいでヘアセット終わるようになりました。なんか逆に寝癖のままのボサボサ感がニュアンスっぽくて可愛くて、なんかすごいね、なんか楽になりました。ヘアセットが、下の毛なんてもうほぼ触ってないからね、アイロンで。前髪、はい、完成したみたいです。気づいたらこんな感じ。めっちゃ春っぽいよね。あ、ハートありがとうございました。はい、準備できました。こんな感じです。全部ちょっとピンクで統一したりして、イエベ春っぽいメイクになりました。じゃあ出かけてきます。またねー。